はい、ということで、ラスト、十二神王編第5章、5箱目ボックス開封やっていきたいと思います。まあ、今回も、ノーマルカードはもう見ずに、光ってるやつだけ確認していきましょう。光ってるやつだけですね。で、まず1パック目、はい、1パック目のやつが、マスタリア、ゴドルフィン、はい、ゴドルフィンです。はい、バーストのタイミングがちょっと限定的なやつ、はい、です。はい、で2パック目と緑魔人ですね。イマジンブレイブ、これは何枚やってもいいやつ。はい、で3パック目、はい、3パック目ですね。で、はい、お、情熱サーキットです。ナイフがダメージを受けた時にデッキトップめくって、なんか出すやつ、はい、出すやつです。で4パック目、シールドボランペア、うん、手札保護だね。はい、トラフオール、はい、トラフオール、新速持ち、4コスト3軽減の早朝で実感で5パック目です。はい、5パック目ちょっと見えたけど、まさかのまた、はい、グリードックまた来ましたね。はい、グリードックです。この封印率おかしくないですかね。はい、6パック目、うん、いやおかしいと思うんですよね、グリードックが当たりすぎ。6パック目のやつが、イマージュフォックスです。はい、で7パック目、あ、これはもしかして来たのかな。はい、フォーミュラーですね。2枚目エグゼシードフォーミュラー、当たったけど嬉しいんだけど、グリードックの悲しみの方が大きい。グリードックの悲しみがね、うん、まあ追加購入をしないといけないっていう定めが待ってるんで、はい、ツインヘッドビークルです。フォーミュラーにしてもゼファーにしてもディアマドにしても、はい、まあ明日あたり追加で買ってこないといけないっていう悲しみが待ってます。はい、で、お、マスタリア、アメジストドラゴンソニック、はい、召喚時にデッキに、召喚時に2ドローで、その後手札またはトラッシュのブレイブカードコストを支払わずに召喚できる。で、イマジンブレイブを出すと相手のアルティメットのコア1体のコア全てをリザーブに置くっていうやつですね。はい、マスターリア、まあこれでマスター2枚、あと2枚もしくは1枚出ます。で最後、スイートシンフォニーですね。で右側、はい、右側です。1パック目、1パック目のバキュームシンボル、そしてマスターリア、あれだね、まだリバイバルが残ってるんで、もしかしたらピスケガレオンかもしんないけど、はい、アプス、ピスケガレオンだと、はい、3枚目かな、5ボックス中今2枚ピスケガレオン出てるんで、もしかするとこのフラグの立て方は、お、来た、ダブル X 大オリジン、はい、2枚目のダブル X ですね。前回デスピアーズ当たったんですけど、今回は、大オリジンでした。新しい、先行キーワード収録で、降臨フラッシュ降臨持ってます。実感コスト5以上の条件、お互いのアタックステップ、自分のソウルコアをトラッシュに置くことで、手札にあるこのスピリットカードを系統実感、実感、そして5コスト以上のスピリットの上に同じ状態で重ねる。対の方、ゴッドゼクス対の方が、フラッシュタイミングで出てくる、同じ状態で入れ替える、まあ、あれが、まあ、ほぼほぼ降臨のね、調整というか、あれで降臨の様子見だったと思うんですけども、それの降臨、6コス、6色スピリットでシンボルが赤1つですね。ダブル X、降臨時の発動、
相手のアルティメット一体を破壊することで相手のライフのコア1個リザーブに置く。でこのタイミングが降臨時のタイミングなんで、まあ、召喚時効果に対して、召喚時効果じゃないので、まあ、召喚時バーストが、発動できない、スピリットカードなんですけども、召喚時がそもそも降臨時っていうタイミングなんで、発動できないっていう効果ですね。でフラッシュ、お互いのアタックステップで、このスピリットの降臨元のカードを破壊することで、相手のスピリット一体を破壊するっていうカードです。はい、まあ、これが当たりました。結構いいですね。うん、いいけど、いいんだけどね。うん、どうしようね。フォーミュラとかゼファーとか買わないといけない悲しみと、グリードックの悲しみと、はい、トリプルベビーです。で5パック目、はい、ということはマスターがあと1かな。はい、トライングトラップ、まあ、通称トラトラで6パック目のやつがなんだ、紫魔人。はい、紫魔人です。で7パック目よ、7パック目がお、アクアエリション。これ非常に強い、リバイバルの方のアクアエリションです。コスト変わらず BP が多分ちょっと気持ち上がったぐらいかな。相手のリフレッシュステップ、相手の合体していないスピリットアルティメット全ては、ネクサス全ては回復できないっていう効果ですね。うん、結構強い、強いというか強いよね。はい、アクアエリションですね。まあアニメの、召喚 CG なんかも結構かっこいい感じ。はい、あのバイル的なねやつなんで好きなカードです。サシッタフレーム、あとマスターが1枚出ると思うんですけど、9パック目、ケンタウロスゴレムです。はい、リバイバルで、ラストのやつがマスターかな。お、ディザスターボア、また最後だねこの子。はい、まあこんな感じでした。5箱目の、配列はこんな感じ、並べていきたいと思います。はい、ということで、スリーブに入れて並び直した、今回5箱目の開封結果がこんな感じになってます。今回も WX がなぜか出てくれたので、まあ、非常になんかいい箱をもらったんですけども、WX ね、1枚出てます。やっぱり枠がエムレア1枚削られて、エムレアが3枚、WX が1枚、リバイバル1枚の X が2枚で、レアが13枚の収録になってます。まあ、レアカードに関しては、まあ、今回良かったのはここら辺かな。うん、あとはトライングストラップかな。うん、これもだね、まあ、ここら辺がなんだろう、デッキを問わず入るカードなんで、はい、ここら辺が良かったかなというふうに思います。でフォーミュラの2枚目が当たってくれたんです。まあ、そこも良かったんですけども、なぜかグリードックですね。でもうお気づきかもしれないんですけども、今回5箱の開封動画で、当たった X レア以上のカードね、フォーミュラが1枚、ゼファーが1枚で、ディアマードが1枚で、ブライオンが1枚で、グリードックがここに4枚あるんで、あそこに1枚なので、今回5箱開封動画全ての、ボックスからグリードックが出ました。はい、コンプリートですね。そしてデスピアーズが1枚、リブラが1枚の、ピスケ2枚の、タウラスが1枚なんですけども、この開封動画を撮る前にですね、まあ、あの自販機ブースターの方をやったんですよ。5000円分、まあ、動画にするつもりで、まあ、撮影したんですけども、まあ、土曜日になったんで、まあ、公開せずに終わりましたが、その時の結果が、X レア以上ですね。ピスケと、このね、まあ、イラスト違いで、当たったんですけども、一応ピスケガリオンとセフィロアリエスのイラスト違いのパラレル、そして通常 X が、ゲイルフェニックス、ゼファーですね。で、シフォン、エクレアシフォンです。今回ボックス開封で見せられなかった、X レアですね。まあシフォンはこんな感じです。8コスト4の4軽減のアクセル持ってます。
相手のスピリットアルティメイト全ての BP をマイナス1万3000ゼロになったら破壊し、破壊した数だけ1枚カードをドローすることができる、黄色の、はい、黄色の可愛いスピリットです。でさらに当たったのがこのグリードックっていうね、はい、グリードックです。この3つの首を持つ犬、はい、当たりました。これで6枚目ですね、はい、6枚目のグリードックが、あ、これですね、これが6枚目ですね。6枚目のグリードックが当たりました。グリードック当たりやすくなってるんですかね、このカード。うん、ちょっとなんかおかしいような気がするんですけど、はい、まあ、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。とりあえず今回は12神王編第5章5箱目のボックス開封動画となりました。